ブルース・アリーナはアメリカ・ニューヨーク市、ブルックリン生まれのサッカー指導者。元アメリカ代表監督。現在はメジャーリーグサッカーのニューイングランドレボリューションの監督を務めている。ブルースはいくつかのスポーツで秀でていたが、特に秀でていたのがサッカートラクロスだった。高校卒業後に地元の独立リーグのクラブで1年ゴールキーパーとしてプレーした後、 1969年、ナッソーコミュニティカレッジに入学。そこで、サッカートラクロスの本格的キャリアをスタートさせる。1970年と1971年には、両競技の大学の全米代表に選ばれるなど、活躍を見せる。1971年、コーネル大学に編入。1972年にモラクロスの大学の全米代表に選ばれた。 サッカーへの情熱は決して高くなかったが、コーチからのアドバイスなどもありサッカーのプレーも続けた。1973年にはサッカーでアメリカ代表になり代表キャップをつける。また、1974年の世界ラクロス選手権にも出場し、ラクロスでもアメリカ代表になる。コーネル大学を卒業したブルースは、北米サッカーリーグのニューヨークコスモスから、 ドラフト指名を受けるがこれを断り、ラクロスのリーグ、ナショナルラクロスリーグのモントリオールケベコアに入団する。しかし、1975年にナショナルラクロスリーグが、わずか2年の歴史で廃止になり無所属になる。1976年、関係者のつてで、アメリカンサッカーリーグのタコマタイズに入団し、ピュージットサウンド大学で、サッカーのコーチを務めながらプレーするが、 チームがわずか1年で解散し再び無所属となる。1977年、コーネル大学に戻りラクロスのアシスタントコーチを務めた後、1978年、バージニア大学からサッカートラクロスのコーチのオファーを受けて受託。サッカートラクロスのコーチ業の両立が始まる。1985年からはサッカーのコーチ一筋となる。 バージニア大学では18年もの長きにわたりコーチを務め、通算295勝58敗32、引き分けの高い勝率を残す。またクラウディオレーナなどの選手を育成している。1996年1月、MLS に新規参入した DC ユナイテッドの初代監督に就任。就任1年目で、MLS カップと US オープンカップの2冠を達成する。 同年夏、U-23 アメリカ代表を率いて、アトランタオリンピックに出場している。1997年も DC ユナイテッドの勢いは続き、MLS カップに連覇を達成。ブルースは MLS のコーチオブザイヤーを受賞する。1998年は、MLS カップでは、アシスタントコーチとして、彼の下で働いた経験があるボブ・ブラッドリー率いる。 シカゴファイヤーに負け優勝を逃すが、コンカカーフチャンピオンズカップで、メキシコのトルーカ FC を下し初優勝を果たす。同年行われたコパインテラメリカーナでは、南米王者のシアールバスコダガマを下し優勝する、快挙も成し遂げている。1998年10月、アメリカ代表の監督に就任。コンカカーフゴールドカップ2回優勝、フィファランキングでの最高位。 2002FIFA ワールドカップでの8強などの輝かしい実績を残した回評価を受ける。特に 2002FIFA ワールドカップでは韓国、ポーランド、ポルトガルが同居したグループを2位で勝ち抜け決勝トーナメントの1回戦で長年のライバルのメキシコを下した実績はブルースの評価を不動にした。しかし2006年の 2006FIFA ワールドカップではイタリア、ガーナ、 チェコと同居するグループに入り、グループリーグ再開に終わる。ブルースの契約は更新されずワールドカップ後に代表監督を退任する。1998年の就任から2006年の退任までの通算71勝30敗29、引き分けの成績はアメリカ代表史上最高の数字である。2006年7月、レッドブルに買収され解消した。 レッドブルニューヨークの監督に就任するが、2007年11月に成績不良を理由に辞任する。2008年8月18日、ロサンゼルスギャラクシーの監督に就任。2016年11月22日、再びサッカーアメリカ合衆国代表の監督に就任。2017年10月13日、アメリカ合衆国代表が 2018FIFA ワールドカップ北。 中米カリブ海5次予選で5位に終わり予選敗退となったことで辞意を表明。ありがとうございます。